ずいぶんと久しぶりだな。俺は懐かしの本社へ5年ぶりに足を踏み入れた。見知った顔ぶれの中には、俺を振って部長とくっついた元カノがいることに気づく。彼女も俺に気づいたようで、近寄ってきて声をかけた。久しぶり。よく見たら、落ちこぼれの和明さんじゃない。開口一番にこれだ。どうやら彼女はちっとも変わってないらしい。俺が黙っていると、彼女は気分を良くしたのか、今度は旦那の自慢を始めたのだ。そんな彼女の言葉はもう俺には響かない。今の俺の立場を知ると、彼女は面食らうだろう。あんたみたいな落ちこぼれのボンクラでも、本社の部長の名前くらいは覚えていたようね。俺の名前は土方和明、30歳。俺がこの会社に入社したのは20歳の頃で、早くに就職して親を安心させたかった俺は、近場で募集を出していたここの求人に応募したのだ。それなりの大企業であるのだが、幸い俺は面接をパスして内定を取ることができた。俺が入社した時の同期でよく一緒になったのが星崎文菜だ。俺は会社には事務として入ったのだが、そこには彼女がいたのだ。俺たちは社内でほとんどの時間を研修やら何やらで共にして、また部署内の席が隣同士だった。そのためよくお互いに相談をしたり、食事に行ったりする仲だった。そうしてお互いを知るうちに、俺から彼女に告白、OK をもらい付き合うことになった。しばらくは彼女との楽しい生活が続いたのだが、ある時に二人の関係は転機を迎える。それは俺の転勤だった。それも本社から遠い田舎への。そのことを彼女に伝えると、俺の予想外の答えが返ってきた。え？転勤？しかもめっちゃ田舎じゃん。そうなんだ。だから遠距離になってしまうけど。無理無理。パスで。私たちもう別れよ。俺は唖然とした。彼女が言葉を続ける。あんたバカだけど、真面目だから出世するかなと思ってたんだけどさ。そんな田舎に飛ばされるってことは、ねえ。フミナは冷たい笑みを浮かべながら俺に背を向けた。左遷されるような小物じゃ私にはふさわしくないわ。そう言い放って彼女は去っていった。どういうことだ？俺が一方的に好意を向けてただけなのか？だが確かに彼女は時折うんざりするかのような視線を俺に向ける時があった。それは俺の勘違いだと思っていたが、先ほどの彼女の発言でそれは確信に変わった。それからの俺はフミナと別れたことをバネにするかのように仕事に打ち込んだ。転勤先の支社で仕事に慣れるまではなかなかに大変だった。だが、死者で新しい仲間ができたことや、穏やかな自然が近い環境だったこともあり、俺はそう時間がかからないうちに、その場所に馴染むことができたのだ。自分自身の変化もあるのだが、もう一つ大きな要因があった。そう、この5年間で、俺は独り身ではなくなったのだ。きっかけは死者で出会った女性で、
俺が仕事をしている時によく声をかけてくるようになったことだ。彼女の名前は篠宮優美。俺とは同年代で、社内でも人気のある女性社員だった。優美は誰にでも分け隔てなく接することのできる明るい女性で、俺も彼女に好意を抱く一人ではあった。だが、フミナの件から立ち直っていない俺は、彼女に対しても控えめに接していた。ということで、我が社の業績は以前に比べて大幅に。業績改善の背景に何があるか、それを徹底して分析していきましょう。今回の会議はかなりいい内容だったことで、思わず安堵する。ホワイトボードには右肩上がりのグラフ。それを危機として取り上げる部長に聞き入る社員たち。この5年で支社の業績は劇的に伸びたのだ。俺も少しは力になれただろうか。お疲れ様です、和明さん。ああ、優美、お疲れ様。そう嫁に言葉をかけた。実は俺はこの5年の間に彼女と結婚したのだ。最初こそ彼女と距離を置いていたのだが、俺の想像以上に彼女は根気よく俺に接触してきた。それなら食事だけでもという話から付き合っているうちに気づけば彼女に惹かれてしまっていた。その後、プロポーズは俺からしたことで、めでたく一緒になることになったのだ。そういえば、社長がいらしてるみたい。私たちを呼んでるみたいだよ。俺はその言葉に少々警戒しながら、彼女と二人で指定の場所まで向かった。というわけで、君たち二人には本社へ帰属してもらうことになった。ありがとうございます。本社に戻っても頑張ります。俺たちは社長に礼を述べると、じゃあ時間が押してるから私はこれで、と言い去っていった。それから俺たちは二人で休憩がてら散歩をしていた。会社に戻ってきたところで何やら部署内が騒がしいことに気づく。どうしたんだ？同僚に尋ねると、本社から吉武部長が視察に来ているとのことだった。俺が顔を上げると、やたらと背の高い男がそこに立っていた。君はさっきまでいなかったな。名前は？俺に気づいた吉武部長が声をかけてきた。はい。自分はここの部署に所属している土方和明と言います。なるほど。では君が例の。ん？俺が何か？いや、以前本社からここの支社に飛ばされた無能なバンクラがいると聞いてたんでね。まあ、ここはそのボンクラの集まりのようだし、似合いの場所だと言えるのかな。俺は思わずつかみかかりそうになったが、同僚に抑えられた。その後、ずかずかと足音を鳴らしながら、吉武は帰っていった。嫌な出来事だったが、俺たちはそのことを忘れて、本社へ帰る支度を始めることにした。それから数日後のことだ。随分と久しぶりだな。俺は懐かしの本社へ5年ぶりに足を踏み入れた。見知った顔ぶれの中には、俺を振って部長とくっついた元カノがいることに気づく。彼女も俺に気づいたようで、近寄ってきて声をかけた。
久しぶり。よく見たら落ちこぼれの和明さんじゃない。開口一番にこれだ。どうやら彼女はちっとも変わってないらしい。俺が黙っていると、彼女は気分を良くしたのか、今度は旦那の自慢を始めたのだ。やあ、久しぶり、フミナ。気安く呼ばないでくれない？もう私はあんたの彼女じゃないんだし。ああ、すまない、星崎。俺がそう言うと、彼女は不敵な笑みを浮かべた。ああ、悪いけど、私は結婚したの。星崎は旧姓だから。そうなのか。それはおめでとう。挨拶が遅れて悪いな。ねえ、私の今の名字、なんだと思う？フミナは得意げに俺に質問をしてくる。俺は全く思い浮かばなかったので、素直に彼女に尋ねることにした。郷さんだ。それで、今の名字は？吉武文奈になったのよ。その名前には覚えがあった。吉武といえば。まさか、吉武部長の？その名前を口にしてから、先日の嫌な出来事が頭の中によぎった。文奈は、そんな俺の様子を見て、さらに口角を上げた。そう。あんたみたいな落ちこぼれのボンクラでも、本社の部長の名前くらいは覚えていたようね。ある意味では、全く変わった様子のないフミナに安心感を覚えた。しかし、まさか夫婦揃ってこの調子なのには恐れ入った。それで、あんたは？今も、以前住んでたようなボロアパートで暮らしてるの？私はね、今は都心の庭付きの一戸建てに住んでるの。これが旦那とあんたの格の違いってやつ？俺が適当に相槌を打っても、彼女はそんなの聞いていないと言わんばかりに、俺のことの否定や旦那の自慢をひたすらに繰り返した。だが、聞き続けているうちに、これ以上は無駄だと悟って、俺はある事実を告げることにした。理想の暮らしができているようで何よりだよ。そんなの当然でしょ？貧乏人のあんたに。けど残念だ。吉武部長はこれから左遷することになるよ。はあ？何を意味のわからないこと、負け惜しみのつもり？ああ、そういえば、正式な発表はまだだったな。彼女の言葉はもう俺には響かない。今の俺の立場を知ると、彼女は面食らうだろう。違うんだ、フミ。吉武さん。実は、そこまで行ったところで、後ろから声がした。そこに現れたのは、篠宮社長と優美だった。随分と大きな声だったね、吉武くん。廊下まで聞こえていたよ。社長。フミナは、先ほどの勢いなどすっかり消え失せて、萎縮している。しかし、いいのかな？君の前にいるのは、我が社のおじき社長なんだが。え？フミナは、信じられない、という顔で、俺の方を見る。こんなボンクラが、冗談でしょ？彼女はそこまで言って、気づいたように口を塞ぐ。実を言うと、俺が支社に転勤となったのは、左遷などではなく、ちゃんとした理由があったのだ。当時、
本社に勤務していた俺は、ある日突然に社長に呼び出された。少なくとも俺は、社内の誰よりも真面目に仕事に取り組んでいる自信だけはあった。だが、急な呼び出しで、まさか何かやらかしていたのではないかと思って、気が気ではなかった。しかし、入ってきた俺を見るなり、社長は表情を和らげてこう言った。そんなに緊張しなくてもいい。別に君をクビにしようって話ではないから。それから社長の話を聞くことにした俺は、それでも緊張感が抜けきらずに、ほとんど硬直していたと思う。話をまとめると、死者の売り上げが低迷していること、そのままだと死者の存続が危ういこと、社長直々に視察に向かうには場所が遠いことだった。そこでだ、君に死者に行ってもらいたいんだよ。光栄です、社長。しかし、それならもっと適任がいるのでは？社長はかぶりを振って、これは君に任せたい仕事だ、と念を称した。死者メンバーの高齢化も進みつつある。ここは本社で活躍している君に死者を立て直すための起爆剤になってほしい。これは大きな仕事が来たようだ、と俺は身震いをした。わかりました。俺にやらせてください。この決定が来たことで、彼女のフミナとは遠距離になることが決まった。まあ、この時の俺は、そのことをひとまず伝えればいいか、程度に考えていたのだ。だが、実際には、フミナが俺と付き合っていたのは、出世するかもしれない同年代の男性、という理由だけだった。あんな風に、あっさりと別れを承諾された時は、さすがに驚いたが。ともかくと、俺は気持ちを何とか切り替えて、死者での仕事に励むことにしたのだ。しかし、社長に聞いていた通りに、死者の状態は良くないものだった。売り上げは下がる一方で、社員からはやる気が感じられない。そんな雰囲気が場を支配しているからか、仕事のパフォーマンスも低下しているようだった。だが、迷ったのは、売上の低下と社員のやる気のどっちが原因なのか判断しづらい状態にあった。そこで、俺はひとまず、支社での仕事を通して、状況の打開策がないか探ることにしたのだ。俺は本社からヘルプに来てくれた人材として、とても歓迎をされたものだ。確かにそうではあるのだが、しばらくはその扱いが少し気恥ずかしくもあった。期待に応えるべく、早速マニュアルの見直しや配備など、いろんな分野の社内システムの改善に取り掛かることにした。その最中で、俺に声をかけてきたのが、ゆうみだった。上に立つ者は、まず現場を知るべし、という社長の理念のもと、この支社に配属されている。将来は、会社の中核を担うポジションに就くことが期待されている、社長令嬢でもあるのだ。彼女は、俺よりも半年ほど前にここに来ていた。そこで何かとがむしゃらに働いていた俺がどうも魅力的に映ったらしい。彼女は社長令嬢なのだ。俺なんかが釣り合うわけがない。前のトラウマ抜きにしても彼女との関係が進むのは気が進まなかった。だが、ゆうみの猛アタックが続いた結果として、
今の関係性に落ち着いたのだ。何の偶然か、社長に頼まれた仕事で来た場所で、今度はその社長の娘に気に入られる状況となった。こうして、俺は優美との関係が進展するたびに感じる大きなプレッシャーの中で、死者の立て直しを行った。その道のりは、決して簡単なものではなかった。だが、最終的に、俺は死者の部長に抜擢されるまでには、結果を出すことができたのだ。社長から本社復帰命令が来たのは、それから少し経った後だった。急ぎ、社長の元に向かう俺は、この日にとても重要な話を聞くことになった。遅くなって申し訳ありません、社長。土方、ただいま本社に戻りました。来てくれたか、土方くん。社長は少しだけ窓の方に顔を向けて、ここからの景色、もう30年は見ていてね、と告げる。俺が黙って聞いていると、こちらを向き直した。これから先のことも考えていくには、私は年を取りすぎてしまった。そこで、めでたく本社に復帰した君に、私亡き後の社長を任せたいと思う。こうして、俺の本社復帰が確定した。次期社長就任には、俺も驚いたが。というわけなんだ。言葉を失った様子で、膝をついたフミナ。かろうじて上を向いて、俺の横にいる優美にすがりついた。篠宮さん、あなたならもっとふさわしい相手がいたじゃないですか。なんでよりによってこんな男に。その言葉に優美は目を丸くしていたが、すぐに笑顔を取り戻してこう告げた。あなたの言うこんな男が、死者を立て直すほどの実力を持ってるんですし。フミナは、優美から勢いよく離れて、よろよろ立ち上がった。こんな、無能で、ポンコツな男が、次期の社長だなんて。時間にして5分ほど、だろうか。フミナは、散々俺の悪態をつき続けた。もう後がないことを自覚した上での行動にも見える。優美がフミナの前にスッと割って入った。代わりに訂正しておきますね。謙虚で、真面目で、熱心だからこそ、彼は死者で部長にまでなって立て直しに成功し、次の社長も任されたんですよ。篠宮さん、あなた。ああ、悪いけど、私は結婚したの。篠宮は旧姓だから。優美は、フミナの言葉を遮って、そう言い放った。その言葉に、フミナはノックアウトされたようで、床に座り込んで、うなだれてしまった。だが、まだ完全に諦めてはいない様子で、今度は篠宮社長の方に体を向けた。社長、どうかお考え直しを。こんな男に社長なんて任せたら。フミナはきっと俺を睨んだ。この男、私を侮辱するためだけに、夫を、吉武を左遷すると発言したのです。篠宮社長は少し考えた後に彼女にこう言葉をかけた。違うんだよ、吉武くん。彼は。俺はとっさに割って入った。社長、その話は俺からします。実は死者に
吉武の旦那さんが視察に来た時に、俺は支社にたびたび来る吉武部長に頭を悩ませていた。彼はわざわざやってきては、その場の士気が下がるような発言を繰り返していたのだ。俺が支社で部長になってからは、それはだんだんとエスカレートしていった。だがある日、部下からの報告で、吉武部長の支社内での振る舞いを録音していた、というものが出てきた。その録音の中には、篠宮のお嬢さんも、こんなゴミの寄せ集めによこされて、たまったもんじゃないだろう、という発言も入っていた。俺はそれを問題として、重役会議で詳しい内容を提起した。話し合いの結果として、吉武部長を支社に移動させるという内容で議決が一致したのだ。その通達を直に彼のもとに持っていく予定なんだけど、君はどうする？これを受け入れることは、都心の庭付き一戸建ても、本社勤務のエリートの妻という肩書きも消失することを意味していた。そんな、田舎なんて絶対に嫌。私の家は。そんな調子で、人目もはばからずに泣き出してしまった。すっかり意気消沈した元カノを見ているのは、なんだか少しだけかわいそうにもなった。その後、社長室に呼ばれていた吉武部長が出てきたが、もはや別人のようになってしまっていたことをよく覚えている。よほど社長に絞られたのかもしれないと考えると恐ろしくなった。その後といえば、まずは事実上は左遷された吉武部長だ。彼は支社に転勤した後、打って変わった様子で仕事に取り組んでいるようだ。その様子は今も支社に勤めているかつての部下たちから都度報告をもらっていた。部下によると、以前視察に来ていた時の様子がまるでないという。話によると、本当に人が変わったように熱心に仕事に取り組んでいるらしい。そのおかげで社内がざわつくこともなく、むしろ活性化しているとまでなったみたいだ。それならば、もう死者の方で問題が起こることはおそらくないだろう。それともう一つ、結局は吉武部長にもついていかなかったフミナだ。彼女はその後、吉武部長との間にどういう会話があったかはわからない。だが、俺が最後に見た時には、もう精気が抜けたようになってしまっていた。それからぱったりと本社でも見かけなくなったが、つい最近に退職届が出されたと報告が入った。もともと彼女自身に恨みなどない。元旦那が原因とはいえ、俺が吉武部長を左遷したことが原因でそうなったようなものだから、少しだけの罪悪感が俺の中にあった。とはいえ、吉武部長を左遷したのは、九段の支社内での振る舞いが原因だ。一度本社から離れた環境で勤務することで、もっと大切なことを学んでほしいというのが処罰の理由だった。部下からの報告のように、彼が今は真面目に仕事に取り組んでいるならば、俺の意図は彼にも伝わっているのだろうと信じることにする。そして、その年の春に、俺とゆうみの結婚式が取り行われることになった。二人の親族や個人的な友人、知り合い、
仕事の関係者はもちろんのこと、その他にも大勢の人間が集まった。結婚式はとても豪華で賑やかなものになった。式中の優美も満足げに笑っていたので、俺個人としても大成功と言える結婚式になったと思う。式が間もなく終わろうとしている頃には、俺たちは晴れ晴れとした気分で目の前の光景を望んでいた。これから俺はもっと仕事が忙しくなるだろうし、それは優美も同じだったからだ。俺たちはお互いに顔を見合わせて一緒に頑張っていくと決意をしたのだった。ともかく俺自身はフミナと別れたあの時点でもう一生を独り身で終えるだろうと思っていた。だが篠宮社長の采配や優美からの熱烈なアタックによってそれは完全になくなった。今ではこんなに素敵な人に出会ったことや、その素敵な人と家族にまでなれたことに、ただただ感動するばかりだった。それから式が終わって二人きりになれた時のことだった。優美はおもむろに口を開き、これで私は未来の社長夫人なんだね、というのだった。俺は気が早いなぁと思いつつも、そのためにはまだまだ結果を残していかないと、と彼女をいさめた。それでも彼女は楽しそうにしているので、俺たちはお互いの顔を見て笑い合った。その直後に彼女が口を開いてこう言うのだ。たとえあなたが社長にならなかったとしても、私はあなたについていくよ。俺が答えを返しあぐねていると、彼女はさらに続けた。だって私は、肩書きとかそういうのじゃなくて、謙虚で、真面目で、熱心なあなたを好きになったんだから。そう俺に告げた後に、彼女は俺の懐に飛び込んできた。彼女の印象は死者で初めて会った頃からずっと変わらない。いつだってひたむきで正直な女性だ。俺は彼女を抱き返して、これからも一緒に頑張っていこうな、とつぶやいた。今後は次期社長として、同時に優美の夫として恥じない自分になれるように邁進していきたいと思う。俺は自分と腕の中にいる彼女にそう誓った。